メキシコハイイログマは食肉目ククマ科に属するヒグマの亜種の一つでメキシコ北部からアメリカ合衆国南西部にかけて生息していたがすでに絶滅した北隣に分布したカリフォルニアハイイログマよりもさらに小型で体重は 200kg を超え最大で 318kg 最も小型のハイイログマであった主に植物、果実や昆虫類を食べていたが 時折小型の哺乳類を捕食したり、死骸を漁ることもあった。3年に一度、1頭から3頭の子熊を出産した。銀色がかった毛色から、スペイン語で、エロシソプライドと呼ばれていた。メキシコハイイログマと、初めて接触したヨーロッパ人は、16世紀にシボラの七都市を求めて、フランシスコ・バスケスデコロなどと共に遠征した、コンキスタドールである。生息地に、 ヨーロッパからの移住者が入植するにつれ、メキシコハイイログマは、家畜を襲う外獣とみなされ、狩猟の対象となり、数を減らしていった。1930年代には、すでに稀になり、チワー州のチワワ市の北80キロメートルにある、セロカンパの山、サンタ、クララ山、シエラデルニド山に少数残るのみとなった。1960年には30頭程度が、 生存するだけになり、保護の対象となったにもかかわらず、狩猟は続き、1964年に、射殺された2頭の子熊を連れたメスが撃たれたのが、メキシコハイログマの最後の記録となった。1969年に、ソノラ州の焼川源流にある牧場で、目撃情報があり、米国の保全生態学者カール・ビー・コフォード博士が3ヶ月に渡り、調査を行ったが、 ついに発見されなかった。ありがとうございます。